ゲーレンフリート、オスカル・ベーゲは、ドイツの軍人。最終階級は、不評代償。第二次世界大戦中、第十八軍司令官などを歴任した。プロイセン王国のポーゼン州をストロボに生まれ、1903年3月に、ポーゼンのマリーエンギムナジウムにて、アビトゥア試験に合格した後、ミュンヘン大学及び、グライフスバルト大学にて法学及び財務経理を、学んだ。 グライフスバルト大学時代は、学生結社、グライフスバルダーブルシェンシャフトルギアのメンバーだった。1911年夏からは、ケイニヒスベルク大学に移ったが、1912年末までに、軍人になる決意を固めた。1913年9月12日、コーセルにて、第3上シレジア第62不評連隊に入隊した。1914年5月、エンゲルス。 ラインラントの軍事学校に入学。第一次世界大戦が勃発すると注意に昇進し、同連隊において小隊長に任命された。1916年1月25日、第132機関銃突撃隊の指揮官に任命された。その後、第38予備府協旅団の副官として終戦を迎えた。九百十九年から九百二十年にかけては、 上、シレジア国境警備隊に所属し、オーベルグローガウ及びブリークにて勤務した。1921年1月1日、バイマル共和国軍に復帰。当初メルンの第6不評連隊に送られ、間もなく指揮官保健衆を受けた後、第2手段付け参謀に任命された。1922年10月1日、シュフィドニツの第7不評連隊インフォンテリーレイジメント第3。 中隊長に、1929年3月12日には、同連隊の第12中隊長となった。1932年10月1日からは、ドレスデン風評学校の教官を務め、1936年10月6日には、クリビツェの第84風評連隊第3大隊長に任命された。1938年11月3日、ポツダム軍事大学にて、 英共同体の指揮官となった。1938年8月26日、アドルフ・ヒトラーの軍事参謀に任命され、第二次世界大戦の勃発後も、相当大本営副司令官として、ヒトラーの近くに残された。ポーランド戦役後の1939年12月1日、ノヤハマーに駐屯していた第161、不評連隊の指揮を引き継ぎ、シレジアのゴルトベルクや、 オイペン、サンクエンチンやブールジュなどを転戦した。1940年7月13日に第7、不評連隊長となり、1941年6月には東部前線メーメルガー付近で発生したスモレンスク、包囲戦に参加。その後もブヤジマ及びブリアンスクの戦い、モスクワの戦いなどの激戦に参加した。 1941年12月1日から1942年2月10日にかけて第252不評師団長や第197不評師団長などを歴任。1943年11月5日、対名指揮官に編入され、デーベリッツにて指揮将官研修を受けた。1944年2月1日、第41総甲軍団の軍団長に任命され、 1944年3月25日から、ナルバ、エルゲリ、ドビンスクを転戦した。1944年9月5日、第18軍司令官に任命され、その後は、クールラントにおける5つの戦いに参加した。1945年5月5日、ソ連赤軍の捕虜となり、強制労働25年間の判決を受けた。ボイコボ、ボログダ、ボルクタ、 アスベスト市などの収容所に収監された。1955年10月の特赦によって帰国を果たし、その後はボン・フィュッセン・ヒルデスハイムに暮らした。ヒルデスハイムにて没した。1921年9月20日にルートドロレスプルドロと結婚しており、一人の娘と三人の息子がいた。息子の一人は後に連邦陸軍の巡将となり、 第18総考慮団長などを歴任した。ありがとうございます。